寒いけど気持ちいい。カキ直売所に到着です。ここでカキを買ってキャンプ場へ。さあ今日はテントを張ってカキ三昧。テント完成です。どうもこんにちは、社畜キャンパーです。今日はね、珍しく社畜をせずに休みを取れています。なんとなんと3連休取れたんですよ。3月の後半の3連休。今日はどこのキャンプ場に向かっているかと言いますとですね、兵庫県赤穂市にあります丸山県民サンビーチというキャンプ場に向かっております。丸山県民サンビーチに向かうにあたってですね、乗ってるバイクがですね、原付なのでバイパスを通れば早いんですけども、やっぱりね、不便な原付ですよ。自動車専用道路っていうのは、ね、一律乗れないんですよね。間違って乗ってしまう可能性があるんですけど、やっぱりね、違反はしたくないので、それは避けなければならないですよね。本当にね、バイパス道路と通常の道路がつながってて、ぬるっと入ってしまうんで、もう本当にね、危ないんですよね。今まで大型バイク乗ってたので、あまり気にせずガンガン行ってたんですけども、やっぱり原付に乗り換えた途端気になるのが、やっぱり有料道路ですとか、有料道路は安くなっていいんですけども、自動車専用道路ですね、高速道路は間違っても入ることがないんですよ、料金所があるんで。ただ自動車専用道路っていうのは、今まで高速道路だったところが無料開放されてたりとかして、料金所がなかったりするんですよね。でみんなガンガン流れに乗って入っちゃうんで、入りそうになるんですよ。これが本当に困るんですよね。で今現在は加古川というところを走っているみたいです。寒くない、全然あったけ、これいいね。バイパスがあるんで、本来バイパス乗ってスルッと行きたいところなんですけども、そうもいかないんですよね。赤穂市にあるキャンプ場なので、赤穂といえば牡蠣でしょうということで、牡蠣の産地がね、有名なところだったらね、広島県だったり、宮城とか仙台、あと北海道サロマ湖だったけ、そこがすごい美味しい牡蠣をあるみたいなんですけど、兵庫県は赤穂というところが有名です。赤穂もう3月の終わり、牡蠣シーズンも終わりかけなんで、牡蠣キャンプ今年1回も行ってないので、キャンプに向かおうかな。牡蠣キャンプで、ね、年に1回行ければいいなという感じで行ってるんですけども、なかなかね、行く機会がなく、あれよあれよと先延ばしにしていて、こんな状態になっているんですけども、牡蠣何キロ買うかっていつも迷うんですよね。牡蠣って殻付き牡蠣1キロ2キロ3キロと売ってるんですけども、果たしてその1キロの量がむき身にしたらどのぐらいの量になるかっていうのがいまいちピンとこないんですよね。なんで一人でキャンプに行った時に、果たして2キロ3キロ食えるのかとは思うんですけども、昨日ねいろいろ調べたらですね、1キロの殻付き牡蠣でむき身にしたら約半分もないのかな、確か 500g 以下ぐらいだったのかな。やっぱり殻って重いんですね。牡蠣三昧、他の食材はあまり買わずに牡蠣ばっかりを食ってやろうかなと思っているんですよ。なんで牡蠣のむき身3キロを買おうかなと思っています。なぜ3キロにしたかなんですけども、それだけ食えるかどうか分かりませんよ。でも本来2キロぐらいがいいかなと思ってたりもするんですけども、やっぱり2キロ買って少なかった時のことを考えるのもありますし、どうもね、いろいろ牡蠣直販所、牡蠣の直売所か、直売所のことを調べたらですね、牡蠣のむき身じゃないわ、殻付き牡蠣を3キロ以上買うと、牡蠣ナイフっていうのかな、牡蠣むく用のナイフを無料でなんかつけてくれるみたいなんですね。それちょっと欲しいじゃないですか。それなくてもナイフでほじくればいいかなと思うんですけども、やっぱり専用のやつ欲しくなっちゃうじゃないですか。今後のことも考えてね、やっぱりそれを買おうかなと思ってるわけなんですよ。食べれなかった時どうするんだって思うんですけど、食べれなかった時は食べれなかった時で、全部食うんでいいんですよ。もう無理にしても食いますからね。もう牡蠣を美味しく食べるためだけのことを考えて、いろいろ買おうかなと思っています。牡蠣ね、過去に何回か大当たりした痛い経験があるんですけども、普通の人はね、普通の人って大変だな、牡蠣食べれない人に聞いたら、牡蠣食べて大当たりしたからもう二度と食いたくないんだっていう人もいるんですよね。やっぱり僕は特に2回当たったんですけど、特に気にせずその後も牡蠣を食い続けているので、当たったら当たった時かなと思ってるんですよね。一番でっかい当たりをしたのは学生の頃ですね。学生の頃牡蠣を食って夜中にもう腹痛のあまり目が覚めたと途端にゲロを吹き出しました。でそこから約2日ぐらいほとんど水しか飲めない状態で苦しい思いをしたのを覚えております。しかしね、牡蠣やっぱりうまいんで食っちゃいますよね。なんでもう今年のシーズン3月の末でほとんど終わりなので、牡蠣を買おうかなと思っています。見えました、いいね。いやー、ついに来ましたよ。走ること2時間半ぐらいかな。いや、予定よりもかなり遅れて海の目の前、海の見えるところに出てきました。やっとです。
長かった。やっぱりね、海風が少し当たったら少し寒いかな。なんかね、足元が寒い気がするんですよね。あ、海沿いの道いいね。寒いぞ。海沿い走ってだんだん寒くなってきて、海風やっぱり寒いですね、この時期。やっぱり3月の後半、寒い。もう牡蠣の直販所だらけ。寒いけど気持ちいい。走ること2時間以上、牡蠣直売所に到着しました。ここがね、安くていいところみたいなんで噂を聞いて到着しました。着きましたわ。新生水産というところですね。いろいろ悩んだ結果、牡蠣3キロを購入しました。殻付き牡蠣3キロですね。合計で1350円。めちゃくちゃ安くないですか。3キロ買って1350円ですよ。まあ、殻付き牡蠣一番安いやつを買ったんで、まあ、ね、これで満足できればいいなと思っております。同じ殻付き牡蠣でもちょっと掃除をしてあれば850円になるので、倍ぐらいって重さがね、半分になるんだったら分かるんですけどね。あまり重さが変わらずに1350円だったらそちらを買いますよね。ふぅ、牡蠣買いました。牡蠣ね、いろいろ種類は同じなんですけど、売り方がバラバラあるみたいですね。なんだ、殻付き牡蠣と殻むき牡蠣、2つだと思ったんですけども、殻付き牡蠣にも2種類ありまして、海から揚げたばっかりで、まだ汚れや海藻とかいろんなものがついたままの状態、まあ、揚げたまんま、揚げっぱなしの状態だったら、1キロ450円。で、それをきれいに、洗ってっていうか、たわしで磨いて、いろんなものをそぎ落としたら、殻付きでも、850円みたいですね。で、その殻を剥いたら、1キロで、なんか見てないな、まあ、殻剥き牡蠣になるみたいで、3キロで1350円ってめっちゃ安くないですか。もうびっくりしたんですけど、今日はもう牡蠣三昧ですよ、牡蠣三昧。大混雑ですやん。3連休初日ということもあって大混雑ですね。かなり風が強いんですよね、今日は。海風がかなり強くて、テントを立てるのにも苦労している人が多いっぽいですね。テントがすごい強風で飛ばされるぐらいの勢いの風があります。すごいですね。海辺に近づけば近づくほど風が強くなって設営が難しくなっているようですね。テント張れるいい場所ないな。どこも人いっぱいだし、マジで困った。土日やっぱりすごい混んでますね。はあ、どうもこんにちは。あれよいしょ。強風の中テントの設営が終わりました。もう風が強すぎてテント設営めちゃくちゃ苦労した。もう本当に風が強いと大変ですよね。テントを前側開けてると飛んできそうなぐらいテントの中に風が入ってきます。なんだかんだでテントの設営が終えてやっとご飯にありつけます。今日一日はですね、バイクに乗っているか、テントを設営しているか、強風に煽られているか、それしかなかったんですが、やっとここから本日1食目牡蠣三昧始まります。次回もぜひともよろしくお願いいたします。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。